流し込んでいるのはドロドロに溶けた鉄。一体何を作っているのでしょうか。愛知県碧南市にある石川鋳造はいわゆる鋳物メーカーです。この会社の主力製品はこれがですね、インゴットを溶かすルツボっていうんですよ。ルツボとは金属を熱して溶かすときに使う鍋のようなもの。これは鉄製でアルミを溶かします。自動車部品メーカーのアルミ溶鉱炉の中に入っていて、ルツボの中で溶かしたアルミは自動車のエンジンを作る材料に使われます。つまりルツボがなければエンジンは作れない。石川鋳造はこのルツボで日本の車作りを支えてきました。ところがトヨタのバッテリー EV ラインナップです。脱炭素社会への流れを受けて自動車メーカー各社は二酸化炭素を排出しない電気自動車の開発に力を入れています。電気自動車にエンジンはいりません。今後日本の車産業がエンジンからハイブリッドや電気自動車に変わっていくだろう。受注数変化はありますか。これでピーク時のもう4分の1になってます。ルツボに代わる製品として開発したのがこちら。その名も思いのフライパンです。フライパンはどこの家庭にも必ずあり、鋳物で作れば熱伝導率の高さを活かせるという点に目をつけました。新製品の頂は焼き面に波打つような溝があるのが特徴です。このフライパン一体どうやって作るのか。鋳物の型は砂を固めて作ります。型は上下2つでワンセット。下の型は確かにフライパンの形がわかります。焼き面に溝を作る上側の型は企業秘密。2つの型を重ね合わせ、あとは穴から溶かした鉄を流し込みます。型の中にある空洞に溶かした鉄が流れ込み、フライパンの溝ができます。うまく隙間に鉄が入り込まないと思った通りの溝はできません。気温と湿度によって製品がゴロッと変わってしまうんですよ。だからその時の気温だとかその湿度とかの状況によってまず湯の温度を変えたりだとか。これが湯、1500度以上で溶かした鉄のことです。ここから微妙な温度調整で、この時は1525度に。まさに熟練の技です。鋳物メーカーのフライパン、使い勝手はどうでしょうか。名古屋市内にあるステーキ千田の横地恒彦シェフに試してもらいました。焼いてもらうのは厚さ4センチ、たっぷりとサシが入った牛肉です。温度変化っていうのが一番良くないんで、置いた瞬間に普通のフライパンだとお肉冷たいので熱が下がるじゃないですか。そうすると綺麗に焼けないんですよね。厚みがあって熱伝導がいいので焼き色がすごく綺麗につきますね。さらに注目はこの溝。石川鋳造によりますと、まるで網焼きのように肉の余分な脂を落としてくれる効果があるといいます。その味は、油を落としながら焼いてるのですごく食感がいいですね。石川鋳造がフライパン事業に乗り出したのは5年前。ただ当初はある悩みを抱えていました。もう正直本当に B2C は素人の素人なんで、だから売り方が最初は正直わからないとか知らないことがたくさんだったんで、そこが一番苦労しました。そこで試したのは SNS。 販売開始の1年半前から試作品による調理の様子などを投稿し続けました。するとできましたら一つお願いしますとか
だから早く売りなさいとかね、写真のクオリティ含め今思うとひどい部分もありますよ。まあ、ただ必死だったのでこれが逆に良かったかなと思います。戦略が功を奏し、一作目は当初3年待ちの大人気に。製品はシリーズ化され、今年5月に溝付きの頂を発売。今や会社全体の売り上げの4割を占めるほどになりました。一ついいものを作って売れて終わってしまうっていうね、商品とかメーカーさんは非常に多いので、まあ、そういうふうにならないように、またこれとはまた別のちょっといいものを使ったまだ世にないものがあるので、それをちょっと今出す準備をして今試作してます。